3連休の最終日か。今日も頑張りましょうよ。まあみんなね、やっぱりサクサ国際通り歩いたらすごい観光客多かった。へえ、うん、やっぱり絶対楽しいじゃん。旅行俺も行きたいんだよ。どうぞ。お、あ、菅ちゃん、お久しぶり。菅ちゃんって絶対すぐこっち来ないよな。そうそう、なんか、ね、こう、なんかこう、なんかこうしてんのよ気づいてよみたいな、私に気づいてよ状態。いらっしゃいませってこと。そう、じゃあ気づいてあげてくださいよ、すがちゃんに。おっ、すがちゃん。はい、どうぞすがちゃん、こっち来てよ。はい、元古着女子のすがちゃんが来てくれました。全身レフラーで。あ、いいじゃん。ノーカラーシャツにクルーズの T シャツ、はいはい、でこちらがブリーチのブルーペインターデニムで、オールドクリアキャップ。はい、でスガちゃんって身長何センチ154です。154センチのスガちゃんが着てるこのシャツが L、 T シャツが L、 パンツが M、 キャップは後ろ向いて、はい、スナップバック付きなのでフリーサイズです。はい、はい、はい、どうぞ。はい、座ってください。はい、あ、なんか来ました。おー、びっくりした。お、ケンタ、なにこれ。え、こっち、ケンタこっち来て。ケンティー、あ、来ましたよ。ケンタこっち来て。ケンティー来たー。ケンティー、今日何着てるの。今日暑い。あ、なんかいいの持ってんじゃん。これサコッシュです。あ身長何センチ、ケンタ。身長158センチの1センチ伸びとるし、こいつケンタ ケンタはジャガード T シャツが L、 L でパンツは L、 パンツも L、 これは L、 これは L、 これは L です。でベルトもベルト、レフラーね、レフラーで、こっちサコッシュね。あ、タンクトップも L、 タンクトップも L、 オール L で、このタンクトップだったらあれだね、出てこないんだね。ちょっと出てこない、まあ、全然、もうちょっと引っ張らないといいんじゃん。出てこない、消えちゃいます。 L は、 L はそうです。ねえ、何、偶然。いや、え、会ったことある、2人。ありますよ何回会ってると思ってるんですか。あります。あ、マジ。はい、何回か。これでも動画では初めてだよね。そうですね。おー、コラボや、コラボ、やば。探そうとした。来た、最高。こんにちは。こんにちは。お名前は聞いてもいいですか。水野よしみです。水野よしみ、フルネーム初めて。初めまして。あ、こっち初めまして。インスタライブとかでは面識あって、うん、へ、今回初めてご登場、レフラー沖縄に初めてご登場。ご登場どうだった、あの、そのインスタのイメージとどうですか。めっちゃ身長高いな。ちょっと並んで、よしみさん身長何センチですか。174。やばいケンタは158センチ。158？ はい、158センチ。おー、で、ちょっとスガちゃん並んで。私、7センチ厚底だったら真ん中か。154センチ。154一緒。あ、でもケンタか。ケンタちょっとこっち。ケンタが一番ちっちゃくなります。おー、で、で、何センチですか。俺多分そっち170だから。170。おお。で、しかもよしみさんあれだからね、コンバースだから。そう、何も持ってない状態だからね。持ってないです。すがちゃんがちょっと持ってる。ちょっと、じゃあだいぶこうなるから。あ、じゃあ本来あっち？そう。一緒なんでしょ？本来こう。え、本来こっち一緒？身長。あ、そうなんだ。おお。よしみさんはどちらから来たんですか？愛知県から来ました。あ、愛知県。お土産渡していいんですか。あ、お土産くれるんですか。よしみのお土産タイム。お土産タイム。それじゃあまず
さんに。あ、俺に？どうぞ。俺にこんなにくれるんですか？やば。はい。とりあえずエビせんですかこれ？エビせん？エビせん。エビせん。エビせん。カルビーですか？カルビーじゃないね。これは知多半島で有名なおせんべい屋さんです。と海苔、その海苔も多分愛知県民ならみんな知ってるはず。へえ、美味しいです。となんかこれ、それは私が好きなカルディのお菓子。カルディ、おお、イタリア。ああのほら天然みたいな、うん、へえ。とあー見たことある、カメラのシルコサンド。あ、名古屋、名古屋だからね。最後これがね、なんかスーさんにこの前間違えてこれ大丈夫、これ開ける、危なくないこれ。リベンジのなんだろう、タバスコ。そのままでいい、開けて開けて引っ張ってみるよ、ほら合ってますか今回。合ってますか？合ってます。え、合ってます。違う、合ってます、合ってます。ありがとうございます。ほらここにスモーク、スモークって書いてる、燻製のタバスコ。美味しそう。ありがとうございます。一人にこんなにくれるの？すごい、ありがとうございます。え、一緒だ。一緒ですね。でも一つ違うとしてはこれ。何それ？エビせん。これもエビせん。カルビ？カルビじゃない、いさっきの美味しい。なんだろう、これはエビで、ソヨさんはイカ。あ、あれイカなんだろう。吉見さん、俺買ってきたんですけど、いただいていいですか？ああ、全然、はい、うん、そうそう、ボロボロジューシーって、ボロボロなジューシー。おかゆ？あ、そうだ、みんなおかゆにしてるジューシー。そう、県外の人なんです。そう、県外、長崎です。え、長崎なんだ。イエス、すごい。なんで、あんまりわかんないです、沖縄、意外とジューシーの具材。お、何？これ雑炊です。雑炊、雑炊をすごい煮込んで、おかゆ作ったことあるでしょ。はい、そう、そんな感じの、あ、やばい、食べ物。これめちゃめちゃあるよ。食べたことないよね。ないです。あ、じゃあ食べてもらおうか。外食でもあります。外食はないんじゃない？うわ、すごい。そうですよね、うん、作らない。いただきます。めっちゃトロトロしてます。おー、うまっ。え、食レポうまっ。あはー甘っ。甘い、甘い。へえ、うん、確かに優しい味みたいな、うん、なんかぬくもりを感じますこれ。うまっ、うまっ。野菜が、うん、なんかわかんないけど美味しいです。なんかしっかり味を引き出してます。うーん、うまっ。よいよ、お前怒ってんじゃねえか。さっきから見てらなんだよその態度。でも素晴らしいけど、でも少し足りない。何が足りないんだけど、今食べたのはめっちゃスパイシーがあって、何が必要かもわかんないけど、初めて食べたんだけどめっちゃ美味しかったけど、何が足りないんだよ。何が足りない、それは自分で考える。俺に聞いても何も変わらない。自分で考えてこそ全てが始まる。そういうことを俺は伝えたい。だけどそれが伝わってない。俺はとても悲しい。どうすれば伝わるかが俺自身も知りたい。そういうことを願ってお前に言うぜ。そのメガネ、生きてるか分かんない。このメガネ、生きてるか分かんない。でも俺は生きてると思ってるからつけてる。だが他人の意見もいろいろ聞いて、素直に受け止めて、自分がどんどん成長していくのが必要なんだよ。どう思うんだよそういうのは。どう思うか分かんないけど、俺は思ったことを今言っただけ。今から言うけど、俺はやっぱりでも分かんない、そのメガネ。でも自分でいいと思ってるのはそれもいいかもしれない。だけど俺は分からない。でも分かりたいと思うように俺も努力する。その努力をお前も受け取ってほしい。おう、なんか最終的にいいこと言ってるじゃないか。なんだよ。ありがとうございました。終了。
どんどん強くなっていきます、たけしさん。おお、そうなの。はい、進化か。言葉のあの言葉のマシンガン、圧が違うんですよね、一発の。おお、何ミリだった。でっかいです。そうなの。何口径だった今。36ミリ。36ミリ。ビッグ。36ミリってライフルぐらい。 AK、 はい、AK ぐらい。 AK は 46? 46 47じゃない。 AK は47か。口径遠くすぎる。もうから、結構からし2個2個符な。からし2個符。からし2個符10、うん、アサルト。一番あの扱いやすくて一番人類を滅ぼしたというからし2個符。そうなんですか。はい、もうそれのような、もう弾が、ああ、マシンガントーク連発で、はい、ダダダダダダって、もう修復不可能。おお、どんどん時代も進化して武器も強くなっていく、たけし。おお、泣いたぜ。でも次はロケットランチャーのような言葉をみんなに届ける。そしてボンドンバーン。ありがとうございました。